こんにちは。神戸市西区の伊川谷整体院の坂田です。本日も動画への訪問本当にありがとうございます。今日お伝えするのは大腰筋のストレッチをお伝えしていきます。大腰筋って何なのっていうところだと思うんですけども、大腰筋は大体奥の方、この辺りですね、お腹の前側にある筋肉だと思ってください。このストレッチをして何の効果があるのっていうところなんですけども、この大腰筋が硬くなってしまうと腰痛の原因であったりとか、股関節痛、股関節が痛くなってしまったり、膝が上がりにくくなったりとかしてしまうことがありますので、ここを緩めてあげることで腰痛を改善できる可能性がありますので、ここ大腰筋を伸ばしていく必要があります。大腰筋を緩めることができると背骨ですね、背骨がこう前に倒れやすくなったりだとか、膝が、股関節がこう上げやすくなったりしてくる効果があるので、今からその方法をお伝えしていきます。ステップとしては2つあります。まず大腰筋を伸ばしてあげるという手順と、そこから大腰筋を少し動かしてあげるというエクササイズをお伝えしていきます。では早速やっていきますね。まず基本の姿勢なのですが、片膝ついていただいて、このような姿勢ですね。前後に足を広げていくような状態です。で、手は前の膝に当てていただいて、この状態でうーっと体をこちら方向ですね、前の方にぐーっと伸ばしていきます。そしたらこの辺りが突っ張ってきて止まる部分があると思いますので、その部分で20秒キープします。この時に上体が前の方に行ってしまわないように注意してください。背筋はピンと張ります。ピンと張ることでこの大腰筋がしっかり伸ばされてきますので、背筋は意識して行ってください。ゆっくり深呼吸しながら、鼻から息を吸っていただいて、口から吐くような状態でゆっくりリラックスしながら伸ばしてあげてください。こちら今お伝えしたのが大腰筋をまず伸ばしていくストレッチになります。ここから次は大腰筋を少し動かしていくエクササイズをお伝えします。姿勢としてはほとんど似ているのですが、この状態で膝を少し上げていきます。後ろの膝を少し上げていきます。この状態で上下にここを伸ばすように上下に揺らしていきます。これもだいたい上下に20回伸ばしてあげると大腰筋が使えていますので、このエクササイズを行っていきます。ここでも注意していただきたいことは、やはり背筋を曲げずにピンと伸ばしていくことと、呼吸はできるだけ止めずに行ってあげてください。これを1日2セットずつ、左右同じ数行ってあげると腰痛の予防になりますので、ぜひ行ってみてください。今日も動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご覧になっていただいて本当にありがとうございました。